完全にに賭け勝ちましたね鈴木千尋、えー、パトリシオピットブル結構このカードを発表した時にファンの中でも「なんだよこのカードふざけんな」とかっていろいろ言われましたがこうなる可能性も十分あるなということを期待して組んだカードですがまあ今日のこの試合このスーパーライジン2の中で最高のハイライトになった特にライジンファン日本のファンからするとですね ビッグサプライズジャイアントキリングを目の当たりにしてその興奮冷めやらぬそんなものも見せられながらうおーっていったあと朝倉未来でドーンと落とされてですね、まあ、格闘技やめられないだろうなというふうにそう思います鈴木千尋選手なんですけども今後、そのベラトールに。その まあ、パトリッシュアンド再選という形で呼ばれるという可能性もありますでしょうか、まあ、あると思いますね、僕がスコット側の立場だったら、もうすぐそうして、アメリカに連れてってです、ね、マックの店員が現役の王者に勝っちゃうわけですから、アメリカのファンの、ね、評価でいうと、なんだこのマクドナルドの店員みたいなやつってやつに、現役の王者が負けてる、70キロのキャッチウェイトではあるけども、それとショートノーティスであるし、もちろんパトリッシュにも僕はすごい感謝してるんですよ。でも 結果プロモーターの立場とかベラトル側からしたらこんなゴッドアングル使わない手はないんじゃないかなと思いますしオファーをしてくる可能性もあるかなと思いますけどね千尋は本当にこの一つの勝利がやっぱり彼の格闘家としての人生を大きく飛び級して一気に同じところでこうライジンのフェザー級の若い世代の人たちの中での争いから飛び抜けることになると思うんですね。世界中の人たちが 彼のこの試合を見る機会も多いと思いますんでベラトールからオファーが届く可能性も十分あるしそうなればちゃんといろいろスコットとも話をして気持ちよく送り出したいなというふうに思いますけど。